うわこのコンビニチャオチュール置いてねえのオワコンコンビニ確定だな <laughs> それがわかったならチャオチュールを置くようにしろ。じゃ <laughs> ありがとうございました。 いらっしゃいません。これください。はい。B。150円になります。はい。はい。ごめんね。これ10円だと買えないの。今日ね、ママのお誕生日だからパーティーするの。だから僕のお小遣いでポテチをママのために買いたいの。えいや、お願い。それ反則だろう。ポイントカードはお持ちですかあー。忘れちゃったみたい。かしこまりました。200円になります。 はい。千円お預かりします。八百円の返しになりまーす。えどうかなさいましたかポイントカードはえあ、いや、もらってないんですけど。は渡したんですけど。申し訳ございません。もらってないです。え渡したんだけど。数分後。置いてねえ。ふざけてんじゃねえぞ。彼女のポイントカード返せよ。訴えんぞ。めんどくさ。袋を付けしますかはい袋を付けしますかふっ 袋袋って何ですかえ,え、あ、いや、あの、レジ袋ですよ、レジ袋。それは、一体何ですかえどこの時代からタイムスリップしたんですか、あなたは <music> おい店のもの全部くれはこの店のもの全部買うって言ってんだよ普通だったら土下座してありがとうございますだろ <music> 死猫のカス野郎 シフトが終わるまであと7時間56分。いらっしゃいませ。おい、君、声でかすぎるよ。あ、失礼しました。だからうるさいって言ってるでしょ。おい、なんか言えよ。お客様、死んでください。おいはい、どうかなさいましたかお前、ピカソのフルネーム言えるかはい。 ピカソのフルネーム言えるのかって聞いてんだよ。すいません、他のお客様がお待ちしておりますので。言えねえことを仕事でごまかしてんじゃねえよ。はぁ、わかりました。パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ、今すぐこのお店を出て行かないと警察を呼びますよ。ピカソ。はい、すいません。セキンさんおすすめのパンあるかなおい、てめえ、いい加減にしろ なんで俺の好きなタバコがねえんだよ申し訳ございませんえめっちゃ修羅場じゃん。ふざけてんじゃねえぞおいあっもしもし警察ですか素早い。お前、やるじゃねえか。ふっ。お前もなかなかやるじゃねえか。はっ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 ははっはっはっははははは円になります。 99円出すのめんどくさいから100円でいいよな。申し訳ございません。それはできないです。99円ぐらいいいだろう。使えねえ店員だな。お客様、なんだもしかして、100円しか持ってないんですか何バカなこと、お客様いいんですよ。はい。実は最近職を失いまして、それで、妻と子供が家を出てしまいました。 そうなんでですか。大変でしたね。私は高卒で資格もないのでなかなか新しい仕事が見つからなくてこれが私の最後の100円なんですよそうですか199円になります。 この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。グッドベルト、タイムリックしてみコンビニで働いてる皆さん、働いたことある皆さん、ぜひ皆さんのうざい、怖い、面白い、意味わからない客体験談を教えてください。次の動画で使うかもしれませんので、そしてこの動画撮ってる途中で、<coughs> 声がちょっと出なくなって、ところどころ、あの、声変わりしてる中学生に聞こえるかもしれませんけど、それは風邪ひいたっぽいです。はい。あと前回の動画とその前の動画をぜひぜひチェックしてくださいでは